2020年、3月の29日日曜日、ウェブ朝倉学校春休みの第、4回目となります。本日は最初に数学で、文字式、中学の数学の特徴と文字式のことをしまして、で10分後ぐらいに、理科、理科は密度の話をいたします。で最後に、船橋市 の、 指定管理施設である、北総育成園での、新型コロナウイルス発生について、すでに公式サイトで発表しておりますけど、そこら辺を、最後10分で報告したいと思います。10分ずつ、休憩挟みながらやっていきます。それではまず数学ですね。はい、本日は中学数学の特徴と文字式という話をいたしたいと思います。で、小学校から中学校に行くと、数学がだんだんと具体的な話から抽象化をしていくわけですね。で、その話をしていきたいと思います。で、まず小学校から中学に行った時に、いろいろその文字、算数から数学になった時にいろいろ特徴の違いがありますので、まずそれに戸惑わなずに慣れていただきたいということですね。でまず、0より小さい数、負の数を扱うということがあります。はい、でこれはまた、ゆっくりと話したいと思います。で次に、正の数の場合、プラスをつけて表現すること、があると。表現してない場合でも数の前にプラスがあると考え意識すると、プラス1という表現をする。1と単に言うんだけじゃなくてプラス1、例えば8という場合もプラス8と表現することもあります。で次に、具体的な数値ではなく、文字と文字などを使うんですね。 XY とか A とか B という文字を使います。でそれで表していくんですね。で記号の掛け算の場合、かけるの記号を使わずに文字を続けて書くということをします。例えば A×B、というのを小学校ではかけるという掛け算記号を使うんですけど、このかけることが実は中学では標準になってきますので、かけるという記号はあえて使いません。 AB と表現します。で特に X という記号を中学になると方程式などで対応しますので、例えば X×X×X となってくると、この X は本当はもうちょっと柔らかく書くんですけど、それにしても×と X という記号、かけるという記号と X という記号は間違いやすいので、こう分かんなくなってきますね。ということもありまして、掛け算の記号は使わなくなります。で同様に割り算、この割るという記号もほとんど小学校で使ってたこの記号は使わずになり、分数で表すことになります。それから中学の数学の、約束として、何回も同じ数をかける場合、何々の何々乗のように表し、何々の何々乗という、例えば2を4回かけるときには2の4乗ということで、2の右肩に4というのを書くんですね。で A を3回かけるときも A の3乗と右肩に書くようにします。でそういうふうにして、特徴がありますので知っておいてください。あと小学校で結構小数の計算を一生懸命したと思うんですが、実は中学以降になって、特に高校なんかになってくると小数はほとんど使わなくなります。で、ごめんなさい、むしろ分数で表すことを基本としていきます。はい、で分数を割り算で計算し、小数点を持つ数字で答えさせることはほとんどなくなります。そして、小学校であったあまりの計算も高校で剰余計という話が出てくる時もあるんですが、基本的にあまりの計算もしません。だ対分数は使わずに、こういう形は使わずに、過分数ですね、3分の7という形で、2と3分の1という表現はあまりしてずに、こういう形になっていきます。それでは、中学の特徴としての、文字式の話をしていきたいと思います。で例えばこういう文字式というのがあるんですね。 X とそれから定数項で表された、ごめんなさい、 X と定数項で表された、こういう3分の 2X
x プラス2分の1マイナス6分の 1x マイナス6分の5を計算しなさいという問題が出ます。でこの場合計算しなさいというのは整理して簡単な式にしなさいという意味なんですね。そうすると x という文字を持った部分と文字を持たない部分に分けます。で x を文字を持った部分のこの係数ですね、3分の2と6分の1を、通分しまして計算しまして、これ6分の4引く6分の1になりますので2分の 1x ということになります。で、x が含まない部分ですね、で2分の1引く6分の5を、まあ、ここを計算しまして、ここ、6分の3引く6分の5になりますのでマイナス、3分の1になります。ということで答えは整理すると2分の 1x マイナス3分の1となるんですね。でこの時に実はこれからもう一つ考え方が出てくるんですけど、勝手に6をかけて 3x マイナス2のようにしてはいけない、分母払っていけません。整理してここまでで答えになります。それでは次に実際に文字式の計算の例、まあ、これ公立高校入試の問題ですが、計算の例をやってみたいと思うんですが、2分の1括弧 3a-2b マイナス 2a-b という計算の時は、まずこの括弧がついた計算の時にこの前の係数を分配法則ということで、これ両方にこれにかけて、これにも2分の1をこれにもかけます。というのでここかけたところは2分の 3a ですね。そして2分の1では2が消えますので -b ということになります。で次にここなんですが、括弧の前のマイナスは括弧を外すときに符号が逆転します。で特にここですね、マイナスとマイナスとなっていたらここプラスになるということです。でそれでこういうそれぞれが括弧が外れましてこういう式になります。でこういう式になった後 A は A でまとめて B は B で、まあ大体アルファベット順に書きますので A を前半に書き B を後半に書くんです。でそうすると B は -b と b で消え合って消えますので、前半のこの計算だけをしますと -2 分の 1a というふうになります。ということでこのようにして整理して計算をしなさいというのは整理して簡単な式に直すということです。それでここでちょっと勘違いしやすいのが方程式を解くという問題があるんですね。先ほどこの問題でここ、まあ、さっきこの文字式を整理して計算して、まあ、この式が出たとしましょう。まあ、この式出ましたね。でこの時に、まあこまあ、こ文字式の計算としてはこれで終わりなんですけど、例えばその文字式の雰囲気に非常によく似ている、これ確かに文字で表す、ここは文字式ですね。で文字式で表されてるんだけどイコール何々という数字が出てきたような時は、で方程式を解きなさいというふうにしたときには、解きなさいということは x この式を満たす x の値がどうであるか求めなさいということなんですね。で今日は実は方程式のやり方を、まで説明はしません。文字式のことを中心にするんですけど、方程式と文字式を間違えてほしくないという比較のために今日は出しております。それでこれどうやって計算するかというと、両辺に6をかけて分数を中して釣り合っているので両側に6をかけても釣り合うと、で整理をしていくとこうなるんですね、ということになります。でそうするとちょっと確認していきますと、文字式を計算しなさいという時には整理して簡単な式にして終わり、簡単な式にするまでで終わりです。でも方程式を解きなさいという時にはこれを左右が釣り合ってことを利用して x イコール何々の形にするんですね。でその時にはこの両辺に6をかけて分数をなくすという、両側に同じものをかけてなくすってことをしてもいいんです。でした方が計算がいい、楽なんですね。でこの方程式を学んでしまうと、まあ学んでしまうというか学ぶわけですけど、この方程式と文字式が、混同してしまう人がいます。それでなんか この時に、まあ、方程式の癖でなんとなく6をかけたくなったりするんですね。でなんかここを勝手に0とかして自分で解きたくなってしまうことがありますけども、繰り返しますけど、文字式を計算しなさいというのは整理して簡単にするところまでで答えですので、勘違いしないでください。それでは
方程式についてですが、まあ、こんな問題が出ております。で今日はこれありません、でもこれはまあいずれやることにします。100円の箱にこれ、去年の千葉県公立高校入試問題ですね。100円の箱に1個80円のゼリーと1個120円のプリンを合わせて24個詰めて買ったところ、代金の合計は2420だった。この時買ったゼリーの個数を求めなさい。ただし品物の値段には消費税が含まれないものとするということで、これ入試問題です。でこの入試問題味気ないので、私自分でこう絵を描いてみました。こんな感じで、まあ売ってこういう船ケーキ屋さんというところでレシートが出たと。でそしたら2420個、このゼリーが何個とプリンが何個、この丸と三角を求めなさいということですね。でこれは今日ここはやりません、またいずれやりますけど、基本的にはこれについて文字式を立てるんですね。でそれイコール2420という式を立てて方程式を解いていくという話になりますけど、それはまたいずれ、やりましょう。ということで本日は基本的には文字式というものは整理するというところの、まとめでした。はい、方程式の話はまたいずれ行います。それでは、ご清聴ありがとうございました。